こんにちは、ブルーホースです。今日はね、引き続き人生相談の方をやっていきたいと思います。前回はトゥードゥをこなすにはどうしたらいいですかっていうお悩みと、それから生涯をかけてやりたいことを見つけるためにはどうしたらいいですかっていう、この2つのお悩みについて答えをしてまいりました。今回は、さらにですね、今回はまたね、2つくらいのご質問に答えられたらなというふうに思いますので、早速1つ目の質問を、やっていきたいと思います。まず1つ目がですね、結婚するタイミングは何歳くらいでしたらいいのかなというご質問をいただいています。Have you seen any other survivors? もともとの結婚するタイミングはいつがいいっていうのと、何歳で結婚したらいいですかね。まあそれはどうでもいいかな。はい、結婚に関してで言うと、いろんな切り口があるんですけど、その自分が一番モテるタイミングで結婚する、どうだろうな、いろんな人とこうお付き合いをしていきたいってなった時に、たくさんの選択肢、って言ったらすげえ問題があるな。結婚をする適齢期っていう目線と、結婚をするにあたってたくさんの選択肢の中から自分にふさわしいパートナーを見つける、そのパートナーをたくさん見つけるためのタイミングっていう、まあ2つくらいのね、なんかこう切り口みたいなものがあって、で、1つはそのシンプルにその結婚適齢期みたいな話でいくと、ちょっと待ってね、結婚適齢期っていうのをシンプルに話をすると、30歳前後がいいらしいんですよ。30歳、長い期間、長い期間結婚生活を続けたい、それは当然誰もがね、離婚を前提に結婚するっていう人は多分いないと思うんですけど、離婚をしないことを前提に長く結婚とかお付き合いっていうのを続けていくっていうのであれば、10代から20代前半で結婚する、あるいはお付き合いをするっていうのは、別れる確率っていうのが、ピークの年齢に比べると高いというふうに言われてるんですね。でそこから20代後半から30代前半にかけて離婚とか別れる確率っていうのが低くなって、でそこから30代中盤後半からまた離婚率とか別れる確率っていうのが上がっていってしまうわけなんですよ。でそれっていうのは何でかっていうと、結婚っていうものに話を絞っていくと、結婚に関してで言うと、若いうちだと当然子供とかの話とかもありますね。でそれから、若いんで一般的なサラリーマンとして勤めるっていうのを考えると給与が低いと。で若いうちに子供ができると、やっぱり僕も今まさに数ヶ月の赤ちゃんを育てているんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよ。僕が大変って言っちゃダメなんですけど、奥さんがメインで育ててくれてますから、奥さんとかがめちゃくちゃ大変でストレスがものすごい溜まるわけなんですね。子供ってやっぱ全然言うこと聞かないし、自分たちのタイミングで起きたり寝たりとかしないで、もう本能赴くままにお腹さえすめば、お腹がすけば、ギャーって叫ぶわけですよ。でましてや最初の生まれた時から3ヶ月くらいまでは赤ちゃんって全くの無表情なんですね。だからどんだけあやしても笑ってくれないし、声も出してくれないしっていう状況で、精神がやられるわけなんですよ、ね、っていう中で、若いとやっぱり自分たちがまだまだ見識も狭いし経験値もないから、どうしても目の前のことで手一杯になってしまって、もう夫を取るか奥さんを取るか、あるいは子供を取るかっていうどっち地下になってしまって、もういっぱいいっぱいで、じゃあ離婚しようと、お前とはやっていけない、あなたとはやっていけないわってなって離婚しちゃうわけなんですよね。で、もう一つ言うと、あとは若いうちって一般的なサラリーマンで過ごすっていうことを考えると、やっぱり給与が低いわけですよ。ピークで言ったら40代くらいになりますからね。年収のその、40後半から50歳くらいが年収のピークになってくるわけですよ。そうなると、
っぱり年収が低いうちっていうのは生活にも余裕がないので、まあいろいろとね、やっぱお金のことで揉めて別れるっていうケースっていうのが、まあ非常に離婚の中で多かったりするんですよ。お金とか、二人の性格の価値観とかねっていうところがやっぱり離婚の原因だったりするので、それを考えると、やっぱり厳しいんですよね。若いうちに結婚するっていうのは。10代からまあ20代後半で生活をするっていうのは。で、もう一つは、適齢期がなんで20代後半から 30前半くらいがいいのかっていうのを、まあ最後に、ね、結論の部分を残していて、今度じゃあ30後半から、まあ、40代後半からかけて今度は何でかというと、経験値とか、それから、まあ、給与的な面、お金の面とかだったら子供を育てる分には余裕が出てきてるんですね。ところが30代40代になってくると、一般的なあのサラリーマンの話にまとまるとマネージャー職についている人が多いんですね。そうなるとやっぱり自分がプレイヤーとして働く部分とマネージャーとして部下を管理しなくちゃいけない部分で、仕事が一番忙しい年齢の時期に当たっているんですよ。そうなるとやっぱり仕事を優先しなくちゃいけない瞬間ってのはどうしても出てくるので、その数年間があることによってあなたは仕事と子供どっちが大事なのみたいな話になって、結局家庭を顧みずっていう状況になってしまうと、もうあなたとはやっていけないわ、別れましょうみたいな、ね、感じになっちゃうんですよね。やっぱりあのどれだけ単純に一緒に生活をする時間が長いかどうかっていうのが、まあ、結構関わってくる部分になりますので、そういう意味でいくと、まあ30代後半からっていうのは、そういう自分がこれまでプレイヤーとしてやってきたこと以外の仕事も出てくるんで厳しいんじゃないかっていう、まあ経験っていうところです。結婚をする適齢期が30歳前後がなんでいいのかっていう話になっていくと、これ自体の僕が知ってる知識の中の元データっていうのはアメリカなんで、日本はちょっとまた文化がね違ったりはするんでしょうけど、まあ一つの参考基準として持っておいてもらえたらいいかなと思うんですが、なんで30歳から、まあ、28から32くらいがいいっていうふうに書かれてたんですけど、そのデータの中でね。それはやっぱり自分が、まあ、多少仕事にも慣れてきて、生活と仕事のバランスを取ることができるようになってきた時期なんですよ。だから自分が毎日平日と休日をどう過ごしたらいいのかっていうルーティーンがある程度固まってきた時期に当たるんで、そういう意味では、まずは普通に夫婦として過ごす時間を取るやり方としては、まあ、OK というところです。それからもう一つは、まだ自分がプレイヤーとして、まあ、早い会社とかだったらマネージャー職についているパターンもあったりするんですけど、そうじゃなくって、大体プレイヤーでやってる期間だと思うんですよ。10代後半から30歳前半くらいまで。そうなった時に、子供が、まあ、一番手のかかる赤ちゃんから、まあ、大体3、4歳くらいの時期までっていうのを考えると、まあ、ギリギリマネージャー職に上がって、忙しく、仕事が忙しくなる時期を、まあ、免れやすいっていうところなんですよね。そうなった時にやっぱり仕事と家庭のバランスと、まあ、それからマネージャー職に上がっていく、まあ、過渡期なんで給与も上がっていきやすい時期っていうことを考えたら、お金の面で苦労することも今後なくなっていくだろうし、まあ、若い頃と比べたんですよ。あの30代40代の頃のお金の面の苦労はしないと思うんですけど、まあ、お金の苦労もしにくい部分があるし、まあ、しにくいっていうか、なんだろうな、お金の苦労もまあ若い頃と比べたら大変ましい。それから、仕事と生活のバランスが取りやすい時期だと思うんですよ。っていうのを考えると、30歳前後で結婚を考えるのがいいです。多分この質問者さんは、僕の後輩くらいの年齢だったかな。弟と同じくらいの年齢だったかな。まだ25歳とかそのくらいの年齢だったかな。であれば、まだ5年間スパンがあるから、5年くらいね、期間に余裕があるんで、まあ、これからたくさんね、恋愛をして、いい人と出会って、で、この人と生涯添い遂げたいなっていうのを見つけるのに、まあ、2年くらい費やして、まあ、2年から3年くらいその出会いに費やして、で、その半分、残りの2年から3年で、その人との、まあ、これからを考えていくっていうのに回っていくっていうので、ちょうどいい時期なんだなって思いますよね。あとは、
自分にとってその理想のパートナーを見つけていく、どのくらいの人と出会ったらいいの？これは、まあ、はっきりとした数字っていろんなところで出てるんで、10人と付き合いなさいとか3人目くらいがちょうどいいよとかっていうのがあるんですけど、僕が一つ知ってるデータとしては6人目から7人目ですねが仲いいらしいです。ただこれに関してやっぱりなんだろうな、もう感性の部分も交わってくるんで、あくまで科学的にとかデータ的に見たらそのくらいの、年齢、じゃあそのくらいの数で出会った方がいいですよっていうレベルなんで、まあこれを信じてじゃあ6人目の人と結婚しようってなった時に、実は3人目の人で良かったんじゃないかとかね、もっと後で付き合った出会った人の方が良かったなとかっていう後悔が出たりするんで、これはもうなんか結婚ってよく言うのが気の迷いだとかね、血迷ったらとかって言ったりするんですけど、本当ある意味勢いが大事じゃないかなって思いますよ。まあ、僕はね、今の奥さんはまあ何人かの女性の方とお付き合いをした上で、結婚をね決めさせてもらったりしてるんですけど、まあ、奥さんが、ね、何人の人と付き合ったかっていうのは僕は知らないんですけどね知らないというか、なんかよくさ、男の人が、ちょっと聞かせるんですけど、とかさ、なんか過去その付き合った女性何人いるのみたいなのさ、今かのとかさ、奥さんとかにさ聞くみたいな話とかあるけど、それ聞いてどうするんですかね。なんかまあ、男性の方がその支配欲というか、なんかその女性の過去まで自分のものに従うみたいなことがあるらしいんですけど、それをしたところで別に今あなたと付き合ってるとか、今結婚してるとかっていう事実は変わらないんで、聞いたところで何の意味があるんだろうなっていうのはいつも思うんですけどね。それからもう一つは、もう一つっていうか、まあ、ちょっとこれは余談になるんですけど、男性と女性のモテ期っていつ来るかっていう話なんですけど、これは、面白くて、結婚の適齢期とはまたちょっとずれるんですけど、結婚の適齢期っていうのは30歳前後っていうのは男性も女性もどちらも当てはまるものなんですね。で一方で、男性と女性のモテ期に関してで言うとそれぞれ違います。と女性の場合は20歳から右肩上がりと上っていって、25歳をピークに30歳までがピーク期なんですよ、モテる時期なんですよ。なぜかっていうと、20歳前半がそのおじさまたちくらいから、まあ、成人になったんでね、モテ始める。やっぱ25歳から30歳くらいがその女性としての魅力。My hunch is she's in that old castle. No. The place is full of nothing but blood and death. でこれ以上言えないんですけど、 I don't want to be alone while you're... だから、なんてだろうな、男からすると女性にバリバリ稼いでほしいとか、仕事で体制してほしいと思うよりも、家庭に入ってほしいとか、それから、まあ、体の相性とか、そういうのを求めてしまう。男はもうなんか野獣というか、なんか本の赴くままに生きるなんか愚かな生き物たちなので、男の僕が言ってるんで、まあ、いいかなと思うんですけど、っていうところなんですよね。だから、まあ、25歳から30歳くらいが、まあ、ちょうどその男性に、まあ奉仕するって言ったら、まあ、今の時代ちょっと思わないけど、まあ、そういう考え方なんですけど、ふさわしい年齢くらいになるのかなと。で30歳くらいからちょうどちょっと下がっていって、35歳を皮切りに一気に、男性からしての魅力っていうのがぐいっと下がってしまいます。はい、これは女性の方の話ですね。それから男性に関しては、20歳から25歳までは価値ないです。はっきり言って、価値がないというふうに結果が出てます。で、25歳から30歳くらいまでにちょっとずつちょっとずつ右肩上がりで上っていって、で、一番モテるのが30歳から35歳くらいです。で、35歳を超えてから40歳までがまた右肩下がり、右肩下がりで、男性としての価値、魅力っていうのが女性から見ると下がっていくんですけど、40歳を超えるとほぼ価値ないです。特に初婚の場合、結婚してない場合、独身を貫いている男性の場合は40歳を超えると男としての魅力は価値ないと。だってその年齢まで未婚ってことは何かしら性格に欠陥があるっていうふうにどうしても思われてしまうからなんですよね。まあ、そこでね、何かしらね、その結婚をしてけど離婚をしている、まあ、いわゆるバツ1とかバツ2とかだったら、結婚、その男性だけじゃなくて相手にもしかしたら問題があったかもしれないっていう話なんで、まあ、それを考えると、どうでしょうね。
40代未婚はやばいぜっていう話ですね。はい、だからそれまでには何としてでも、まあ、男性としての価値をこう生涯にわたって女性に感じ取ってもらいたいと思うのであれば、あ、ぜひですね、結婚は40歳までに結婚しといた方がいいという結論というところじゃないですかね。はい、ということで、1つ目の質問は以上というところですかね。だから結婚適齢期はまあ28歳から32歳くらいまでの人というのがいいですよ。でモテ期は女性の場合だったら、25歳から30歳、男性の場合だったら30歳から35歳というところです。だから僕に関してはちょっと早かったかなっていう感じですかね。僕に関しては、27で結婚して、28で子供が生まれてるんで、まあ、若干その適齢期のデータからするとちょっと早かったっていうところなんですけどね、うん、まあ、まあ別にね、あの 1,2 年早かろうがっていうところなんで、まあ、別に問題はないかなと個人的には。はい、まあ、結果ね、死ぬ時に幸せだったなって思えればいいんでね。はい、というところです。では続いての質問ですね。ちょっと待ってね、もうちょっとしたらムービーに入るんで、その時に読み上げようというふうに思います。今ね、来てる質問はどちらかというとね、文章も非常にわかりやすいんですけど、後半の方に来た質問とかめちゃくちゃ長くてね、結構重いやつなんで、頑張らないといけないかなというですね。では続いて、まあ、なかなか質問、失礼しました。これか。旦那がすぐグータラしてしまうので、こうすぐに行動してほしいと思うんですが、どうしたらいいでしょうかっていう。Mother Miranda is gonna love you。どうなんでしょうね。これはまあ女性の方からの質問になるんですけど、どうでしょう。動かない理由が何なのかですよね。めんどくさいから動かないのか、それともまずいのが何でもやっちゃってるから、あ、俺動く必要がないんじゃないかって思われてしまってるのがまずいかなと思うんですよ。でそれをなんか、なんて言ってんでしょうね、途端に例えば食事もやっちゃう、作っちゃうし、掃除もやっちゃうし、洗濯もやっちゃうし、買い物も出かけてあげちゃうしってなってると、旦那やることないんですよ、あの私生活も。当然仕事はやってると思うんですけど、仕事はだけをやればいいんで、まあ、いわゆる専業主婦とかだったら、まあ、その役割分担で家庭のことを全部やってあげるっていうこともありだとは思うんですけど、そうじゃなくって共働きですと、共働きでなんだけど、旦那何もしなくて、奥さんの方ばっかりがいろいろとやるっていうのであれば、これは問題なんで、まずは、はっきりと、いきなり、いや、私食事作らないからとか、それから、あなたの洗濯物はやらないからっていうふうにするんではなくって、あなたはこれやってとか、何曜日はあなたがこれをやる番ねっていうふうにはっきりともう役割を決めてしまった方がいいです。でその役割を決めた上で、その例えば食事なら食事とか、火曜日に掃除をするとかっていう役割分担をしたのであれば、その日に全くやらないっていうふうにしまって、もう一方的にいいから、まずは旦那さんに対して役割を与えてあげるっていうのが大事ですね。人間って結局役割を与えない限り動かない生き物なんですよ。もちろん一番人は自分で自分の人生とか性格とかをコントロールすることなんで、めっちゃ盛り上がってますね。なんで旦那さんが何やりたいっていう風に、旦那さんに対して何やりたいっていう風に聞いてあげて、でそれをじゃあやってねっていう風にするのがいいと思うんですけど、まあ、残念ながら多分何やりたいって言ったらやりたくないって答えが返ってくると思うんで、じゃあ誰の場でって別に言わなくていいんですよ。誰の場でって言わなくていいんですけど、じゃああなたこれやってねっていう風にもう役割を与えてしまった方がいいです。はい、なので例えば平日は私がご飯を作るから、じゃあ土日はあなたが作ってねと、月曜日も2人とも仕事に出てるんだからちょっと役にできるように、できれば日曜日は作り置きのご飯を、まあ、しっかり作る、ちょっと日曜日はボリュームもあるようなご飯を作っといてくれないっていうふうにもう言っちゃうっていうか、やらせるっていうふうにした方がいいですね。はい、男って弱い生き物なんですよ、残念ながら。女性って多分たくましいんで一人で生きていくことはできるんですけど、男って
ってマジでしょうもない生き物なんで、女いなかったらこんな頑張ることないですよ。だってもう性の赴くままに生きていくっていうのは男性ですから、はい、女性がいなかったらね、もう生活なんかもうむちゃくちゃですよ。掃除しないし、洗濯物ほったらかしだし、うん、なんならもう服着て表出ないんじゃないですかね。みんなね、ワッパで電車乗ったりしてると思います。女性最近ね、ないんじゃないですか。なんで我々がカッコつけるかって、すべては女のためですから。はい。で、ましてや、自分が愛してる女性でしょ？奥さんなんだったら。っていうことを考えたら、その奥さんが苦しんでる姿とか、しんどいなと思ってる姿を目の前にして、動かない男なんかいないですから。で、それで、動かないような男性だったとしたら、もうそれはそれで、もう、見限るしかないですからね。あの、究極、極論を話すと。というところなんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だから役割与えてみるといいと思いますよ。まあ、僕はまあ、あの言われてなんかするっていうタイプというのは初めから ありがたいある種その役割が発揮できるような形だったんですよ。なぜかっていうと僕は土日休みの仕事で、嫁さんは火曜日と水曜日休みの仕事だったので、どう頑張っても休みが合わないから、どっちかがその休みの日に食事を作らなくちゃいけないっていうような環境だったんですよね。食事を作ったりとか、洗濯物を干したりとか、家の掃除をしたりとかって、まあ今は子供ができて、あの奥さんの家に入っているんで、あの家のことはほとんどやってくれるんですけど、まあそれでも未だにね、あの土日は僕が仕事、あの食事を作ったりとか、まああとはあの洗濯物をまあ多少僕がやったりとかねはしたりしてるんですけど、っていうところですかね。うん。でね、人間ってあの習慣の生き物なんで、一回それがまあ身について、だいたい2ヶ月くらいその土日に食事を作るような生活を続けるとか、土日に洗濯物とか掃除をするっていうような生活を続けていくと、それがだんだん苦じゃなくなってきて、もうやって当たり前だなっていうような状況になってきますから、まずはそこまで2ヶ月間旦那さんを育ててみてもらうっていうのをやってもらうといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。というところですかね。はい。ということで、まあ、もう間もなくセーブポイントが近づいてきましたんで、一旦ね、質問今日もお二つ答えさせていただきましたので、I've been waiting for you, Mr. Winters. ということでね、本日も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。A hero searching for his daughter. まあ、最後このムービー終わるところまでいただきたいと思います。And so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. まあでもね、call me the Duke. なんか嫁の職場はやっぱりこう仕事一辺倒で家事をやらないとなっていうのが最後の思い。いや、女性はね、もうぜひ戦ってガツンと言って、男ボッコボコにした方がいいと思いますよ。ボッコボコにしていいと思うんでね。はい。それでね、反抗してくれるような男はね、もう男人間として扱わなくていいと思いますから、はい、僕は断固女性の味方です。ということで、あれ違うの、ここセーブポイントなかったっけ。あ、セーブポイントないんだ。まあいいや、ちょっと区切りのいいセーブポイントがもうすぐ近くにあるんで、そこから次回のね、人生相談のパートを進めていきたいと思います。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。